はい、竹市農場です。えー、苗箱のね、苗箱の、えー、片付けになります。で、竹市農場は、あのー、田植え終わった後ね、2回刺し苗が入ります。で、刺し苗終わるまで、えー、箱を片付けられないんですよね。で、今年はだいたい6月いっぱいかかっちゃったもんですから、えー、その、そのうちね、 草刈りとかまあ夏の野菜とかで忙しくなっちゃってねずーっと今になってえやっとね、えー、今片付けまして納屋、えー、のほうへね、えー、移動したいと思いますで納屋、えー、のほうがね今2階建てになってるんですけどこの2階建ての左の端っこの方ですねえー、これから納屋箱を運びたいと思います はい、えー、苗箱ですね。これが、苗の2階になります。えー、こ,ここへね、えー、重ねていきます。大体この一角でね、全部、入りきる、量になっております。まあ、来年はね、もうちょっと、あのー、野菜の方を減らさないとね、えー、こういう結果になりますんでね、もうちょっと考えたいと思います。 ということでね、はい、苗箱の片付けえ、間もなく終了になります。